夜プレイです。はい、ただいま、今何時や、7時半やったかな、7時ちょっと過ぎぐらいに帰ってきました。イベント奥行きからね、あ、昼前から帰ってくるのはやっぱり遠かったね。全部で4時間前後、4時間4時間ぐらいかかってんちゃうかな。休憩したりして、やっぱりガソリン入れたりしてたら8時間運転やもんね、大方。まあ6時間は確実運転やね。疲れました今日は。まあそれから帰ってきてからのね、猫ちゃんの世話、まあ昼まではヘルプさん来てもらったから、来てもらえてたからね、助かりましたけどね。これ晩まあこのほんまに思うのはね、この保護活動をしてね、自分の時間を犠牲にせんなんがね、ほんまできないね、保護活動なんやけどね、このシステムを作り上げたことによってほんまにね、自分もね、楽できたし、できるし、猫ちゃんにもね、きちっとした世話ができるようになったんでね、ほんまこのシステムを作り上げたからできる保護活動かなと思います。ほんまに保護活動してたらできないからね、自分の時間でね、仕事もましては仕事してやってたらね、仕事してんかったら全然楽勝やけど、仕事しての方が絶対も難しいと思うんで、ね、なかなかできない中で、ね、改めて自分でほんまにこのシステムを作っててよかったみたいな感じやね、ほんまに、ね、ストレス発散もできるしね、ほんまにな。はい、猫ちゃん中帰ってきたよ。今日はまあまたまったりした動画でね、すみませんがね。はい、まえちゃん、まえちゃん、ね、まえちゃんに、はい、ちょっと朝ボギーちゃんちょっと心配やったけど、チュールねやったけどそんな食べなかったけど、今まあヘルプさんも多分ね与えてるのかな。これで今やったけどもう全部完食してるから、ちょっとね心配しなくていいかな。ちょっと鼻も詰まってたからね、鼻取ってあげたりしたらマシだったのかな。ね、朝ちょっと取っていったんですけど。なあ、麦ちゃん。今日はだけど暑かったな。あ、向こうはまだ雪。ね、奥大山は、ね、奥大山というか昼前の方は雪やね。奥に奥大山がなんかあるんですよ。サントリーの水の工場があるね。あるんですよ、近くに。美味しい水、ね、市販されてる奥大山の水湯でね、そこの工場がその近くに確かあったはずなんですよ。昔ね、見学行ったことあるんですよ、工場の。まあ、猫ちゃんたちはああいう水飲んだらダメなんやったかな、確か。なあ、水道水はいるって言ってたね、確か。ね、あ、誰や、ブルーちゃんや。ちゅうか、クロちゃんお前何してんや。クロちゃん来へんの。ブルーちゃんが来てる。ブルーちゃん、ブルーちゃん、モッチさっきから何してんやん。ほろほろほろ、うん、おいで、モッチーちゃん。今朝この K の質感がええねん、モッチーは。どういうでええの、これ。ええ感じやな、お前。ねえ、ドラちゃん、ドラちゃん、ドラちゃんと、あ、ドラちゃんちょっと柔らかいね。ね、あゆみちゃん、あゆみちゃんなんだ。あゆみちゃんはもう柔らかいな、あゆみちゃんも平気感じに。ね、それでは、ブルーちゃん何してんのお前。なあ、ブルーちゃんおいで、何してんの。何やそうな顔せんで、ね。ブルーちゃん、何してんの。ね。綺麗になったな、顔もな。昔のこと思ったら。ね。はい、みこっちゃん。みこっちゃん。ね。みこちゃん。みこちゃん。かわいいかわいいしてんね、お前もね。はい、まつこちゃん。まつこちゃん、こんなとこおんの、今日は。あ、よしよし。逃げることない、逃げることない。大丈夫、大丈夫。あ、よしよしよし。な。ご飯ない、ご飯ない。
人間ってこうはないんやからな。わかったか。まあ、ちょっとずつ分かってくると。キキちゃんもトイレどうやできてるか。はい、ね、ご飯とお水とトイレあるからね、大丈夫。まあ、ここも綺麗にちょっと掃除したいけど、ね、匂い取れたかな。でミクちゃんここ、ね、ここちょっとチェックしてください。うんこ、もう便所にしてもらう時あるから、トイレにね。またあの無人ライブでできたらね、きなこちゃん、あのキキちゃんのね様子を見てあげてくださいね。それでは、はい、レオちゃん、今日のレオちゃんどうですか。レオちゃん調子は何、そんな警戒してるの。ちょっとレオちゃん、ちょっと匂いでもいいのに嗅いでくれるようになったら変換やけど、これもまたね、なかなかしてくれなくてね、ほんまに。まあ、エルサママもそうやねんけど、このエルサママ自体も全然そういう感じじゃないから。あれ誰？ネロちゃん？ネロちゃんかお前。ネロちゃん？ネロちゃんやね、これ。左が切れてるから。そんなとこおんのお前。なあ。ええ。エルサちゃんと一緒におんの。モカちゃんもね。モカちゃんはな、もういつもおるけど。なあ。ね、ほんま変わらん動画ですね、ほんまに。ちょっと変わってるのは、マツコちゃんがここにおるぐらいかな。リリングちゃん。ね、またおもちゃまた出すわ、私たちのな。マットギア。意外とリンゴちゃんおもちゃ好きやからね。ほんまに。なんかね、面白いことを企画してくれたらいいけどね。なんかちょっとね、リスナーさんからね、ちょっとこんなしてほしいとかあったらちょっとしてみたいな、もうね、取り上げて。ええと思うやつ、モンさんがね、選んで、ね、やったらしたいですね。ね、セブンちゃん。何やんそれ。何ちゅう顔してんのお前。ね。もっちーに、ね、クロちゃん。気持ちええな。外気持ちええ。ちょっと寒い目やけど、半袖の、厚めのポンさん、厚刈りのポンさんね、ちょうどよ。あれやね。はい。サブクロちゃんが、北郎ちゃん、ヒラリーやろ。ヒラリーに、奥がフンちゃん。今日はサブクロちゃんいてないね。ゆき太郎に。ほんで、ちゃこちゃん。まあ、ここまでね、まあ、夜ブレで、移そうかなと、この、妊娠の子をね。はい、サイちゃん。どうですか？もうここにちょっと、もっとなかなか疲れてるからね、もうちょっと座って、猫ちゃんに癒されよう。はい、マッチおいで。もっちもっち、何こうなってんの、ね、まやちゃん落ち着いた感じ。まあまたね、今日ちょっとね、ほんまねしたかったけど、メンバーシップライブまた近々しますんでね、待っててくださいね。今度できたら土曜日にしようかな。ね、確かポンさん休みだったから土曜日。メンバーシップライブと今度土曜日ね、やらせていただきます。ね、課題考えるかな、ね。ドラちゃん可愛いなあれ。気持ちよさそうに。ね、まえちゃん。リングちゃんまだ、リングちゃんじゃまだ麦ちゃん、まだ聞いてきてへんね。ね、穏やかな。誰が泣いてんや。なんか泣いとるし。クロちゃんが泣いてんの、ひょっとして。なあ。まだ、
ちゃこちゃんがなんか多いよね、あれ。一生懸命。ねえ。な。さあ、それでは、中入ろうかな、そろそろ。中入るよ、な、セブンちゃん。中入っといてや。寒いな、今日はちょっと寒い。でも何度や、 18.9 度。ね、まあこんな感じで最後にレオちゃんね、またジュールでもあげます。はい、レオちゃん、レオちゃん大好きなジュール、大好きなジュールで、ね、日曜の晩はレオちゃんのね、大好きなチュールの顔で癒されてくださいな。これで捕まったというレオちゃんはな、この美味しさに負けてね、捕獲器に捕まったというな。レオちゃんエナジアで好きなな、南北でも美味しいやろ、うん、はい、レオちゃん食べ、もうなくなるわ、ほらおいで、はい、ね、大好きなレオちゃんのチュールエナジーでしたな。終わりや、はい、偉かったね、はい、以上です。